まあ、先日の地震ということ一つについても、実は東北の人たちも、また10年前がという話もありますけど、しかしながら、地震学者に言わせれば、これは東日本大震災の余震なんだという話でしょ、皆さん。10年というのが短いのかないのか、人類のあるいは我々の生き様化すれば10年って長いかもしれない。しかしながら地球という大地を考えてみれば、地球の歴史から見れば10年なんてあっという間一瞬なんですよ。いまだに地殻は揺れて、いまだにあの東日本大震災というものはまだまだこれから本格的なものになっていく。誰しもそんなのは地震学者も言ってるわけだ。ところがどうだ、喉元すぎれば全てよし。これが今の政治家のバカなやつ。何で問題が起きた。東日本大震災の時に非常に混乱した津波でだいぶ亡くなられた。じゃあ国会議員としても何かしなければならないということで、1年半にかけて自分たちの給料を何パーセントかカットした。ご存知ですか皆さん、僕たちは一生懸命そういったものでやってるんです。ところがどうだ、それから数ヶ月もしてないように東日本大震災はもうこれ終結しました。今からもう7、8年前の話ですよ。もう終結したんだ東日本大震災は。もうそれ終わったんだ言わんばかりに、まだ給与を全部満額戻し、あるいは今回の品肺炎、いわゆるコロナと優勝するものに対しても、自分たちは他の人たちが食品会社に関して、あるいはレストランの方々に対してはみんな強制し、せいぜい金10万円くれ、そんな出したたまるか、麻生が言う。人にはくれない。自分たちは、奴らはボーナス420万丸ごとところ入れる。毎月毎月給料は丸ごともらってる。年間120日か通常国家がない。中には詐欺贈賄で起訴されて逮捕されて留置所にいる人間、それだって聞いたからといって満月の金もらってるんだよ。ええかい、議員だからもらえるのか。どう思うんだよそれがよ。いいですか、我々はその意味において国会議員の質ってのは何だ。先ほど先生も言われた、危機しかない。でも被害者で虐殺考えてれば、本当に危機意識を持った人間なら議員なんかならねえんだよ。手当てねえんだよ奴らはよ。どうだろう、国難の時に立ち向かうためには自分が全面的にならねえ。自分の命をまとい、国家公民や民族を救うんでしょ。そんなことやるやついるか、中田長老の中には。自分たちは国家意識ないんだよ。国家というのは民族というのは国民なんてな、自分たちを懐に入れるための道具に過ぎないんでしょ、やつらはよ。何か全てを清楚の具にして、与党も野党もつるんで、お互い喧嘩するようにして、赤鬼と青鬼と赤鬼になって、やれ喧嘩してるように見せかけて、国民をたまくらかし、そしてみんな取り組めて自分たちの給与を決め、自分たちの休みを決め、そして自分たちの党に党略、支持しようか。やつら全部来るじゃねえか、来る。そうだろ、我々がやつらに期待しても何にもない。いいかい、やることやるなふりをして、本当に危機意識を持って、お前ら国民の前に死ね。おだろ、領土問題したって今日も自民党行った、北方領土返還、拉致問題返還、いつまで社会戦であったの看板を。自分が命を持って、自分一人命を持って国政に乗り込む、北方領土に自分の足で踏み込む、竹島に乗り込む、そして警備隊によって射殺される。奴がいるのか、国会議員にそういうど根性を持ってやっているのか。
何かあればすぐ、そんなことすれば 国際問題になっちゃう、そんなこと許されない、黄色いこと言ってるけども、やる気はねえんじゃねえかよ、これ、金玉がねえんだよ。いいか、まあ、女もいるからいいけども、やる気はねえ、鼻からやることも、やる意思もないんでしょ。道楽でやってんだ、政治はよ。こんな楽な商売ねえよ。だったらテレビに映ってタレントで名前言って、そして投票して、バカな、バカな国民が自分たちに名前だけで一票入れる。そうだろ。どうし公約なんてのは嘘800並べる気持ちのいいことやってる。ふざけすぎねえじゃねえかよ。先ほど田中先生も言われた。後で追及するやつ誰もいない。どうせ数字でありゃみんな国民忘れちゃう。もしもそれができなくたって、いや僕一人一生懸命やったんだけど、等速でもって僕はなかなかできない。なんていうのは乙女ごかしやってるだけ。ええか、鼻からやる気ねえやつが、鼻からやる気ねえ、たま金しかねえのが、国会議なってんだよ。今回の品範囲、金はねえんだろ。だったら国会議員、自分たち無能だったら全部金返品しろ。返納するのは当たり前だろうがよ。もらった給与、議員番付けた年数、4年いたら4年分、10年いたら10年分、足りねえが自分の土地、家屋、財産全部国庫に入れろ。そしてその金を全部国民に、困ったら国民にばらまけ。どうだったら税金から、そして国の予算関係ねえだろうがよ。国会には国会議員でつるんで、みんなで金を出し合う、財産出し合う、土地を出し合う。そして国民に、困った国民にみんなくれてやる。そのぐらい当たり前じゃねえのか、国会議員たるものは。いいか、大体よ、大和五十六大将の格言に、平和百年を、百年は平和を養っていい、一日半、一日使おうっていうこと、そういう話や。今国会議員たるものは無駄金使ってる、いや無駄飯を食ってるわけだよ。今までこの国難と言われるときにこそ、今までの転機するときじゃんでしょ、やつらは。本当はそのときにこそ今まで蓄えたものを全部吐き出す、それが当たり前でしょ。みんなと仲良くどうのこうの、人の足を上げ足とって国会議員、国会の中でピーチクバーチクやっとる暇ないんでしょ。いいかい、今新型コロナで困ってるのはなんだ、まず金だろ。次は医療崩壊とは言ってる、ベッドが足りないんじゃねえんだよ。今誰も入りきれねえから、医者とか看護婦が本来自分たちやんなくても済むような便所掃除とか運搬とか飯を作るとか、そういう仕事を一緒にやるから足りねえんだよ。だったらそういう訓練、そういうような単純作業はあのバカな国会議員にやらせるじゃねえかよ。そうだって誰も言いやしねえよ、国会にはよ。永田町会は一個すら言いやしねえよ。暇なんだろ、やつらよ。だったら病院に派遣しろ。そして患者を背負い、便所を掃除しろ。ゲロを拭け、尻を拭け、そのぐらいにやれよ、そういうぐらいよ。いいかい、そして全部の財産全部返品だよ。そういうことをできない、そういうことできない理由を並べ立てる。どこに国家の危機があるんだよ。いいかい、これで国民を守ることはできるのか、守ることはできるんですか。やつらがよ、守るのは自分の懐だろうがよ。懐のためには我々国民民族を外国に売り渡しても自分だけ生き残ろうとしてるんだ、やつらはよ。変にアメリカに魂売ってるような戦後ポンクラ、今の日本を集めて国民の財産、そしてあなた方の生命を全てアメリカの軍に売りつけてるんでしょうがよ。吉田茂がよ。いいかい、吉田茂ドクトリン、彼はアメリカに対してまさに戦後の日本の代表者のそういう政治家と言ってましたけども、アメリカべったりのみならず自分の通り通略のためにアメリカを使い、恐れよくも天皇陛下を使い、
自分たちの権力のためにアメリカに兵服して自分たちの祖国をアメリカに売り渡させる売国奴じゃねえかやつらよ。それが今保守本流と言われる自民党の孫をことなく現実じゃありませんでしょうか。